タイヨチャンネル。タイヨチャンネルです。ベルです。バイバイ。アンチョン。出た。そして。皆さんこんにちは。ジマンチャンネルのマンちゃんとオーちゃんです。で。そしてそして。はい、みなさんこんにちは。ベルとベルです。え？3年ぶりの3チャンネル夏合宿っていうことで、今日はみんな覚えてるかな、今から4年前にこの3チャンネルでなぞなぞやったの覚えてる？全然覚えてない。覚えてないかい？3チャンネルでなぞなぞやったんだけど、その時の映像がこちら。今日のお題は全員でこんな感じでね、ドンやってますね。ちなみに過去と今の映像を比べるとこんな感じです。右から翼からずっとこうね、同じ並びで座ってもらってます。みんな成長したね。成長しました。めちゃくちゃ成長した。はい、みんな大きくなりました。はい、ということでね、太陽とレノンちゃんも来年中学生ということで、もうなぞなぞとかも簡単だよね。いや、うん、今日はもうサクサクっとね、うん、どんどん答えていって、ちょっとの間だけ楽しみましょう。はいはい、で1人3、いや100回って3問先に答えた人が優勝。個人戦、うん、チーム戦ではありません。なんで1人ずつ自分でカウントしてください。おっちゃんしません。はい、じゃあもう早速いくよ。みんな答えてよ。最初は入門編、むちゃくちゃ簡単なやつ、うん、むちゃくちゃ簡単なやついくから、みんなよく聞いてよ。いきます。入門編。お正月に出てくる象ってどんな象？知らないんじゃん。知らない。あのピッて先にあげてね。はい、おーちゃん。象？象？みんながもし分からなかったらもうパスでもいいよ。みんなどうする？パス。パスか。パスじゃねえよ。知ってるかな。ゾウ。ゾウ。ゾウに。ああ、ゾウリ。ゾウリじゃない。ゾウリじゃない。早速出るね。1問目からチンカイトがいっぱい出る。これ簡単。いきます。何を食べても美味しいと喜ぶ動物は？ウサギ。ブー。はい、行こう行こう。はい、馬車。牛。惜しい。わかった。はい、肉。何？はい、太陽。お、牛。おいしい。丁寧に言っただけだろ。はい、いませんか？はい、鳥。喜ぶ動物。はい。はい、レノンちゃん。馬。正解。馬。馬。あ、馬、馬、馬。別の馬だ。そう。レナちゃん、ワンポイント。どんどんね。もうここはね、やっぱ今の6年生に力発揮してほしいかな。はい、これわかるかな。みんな犬大好きですか？はい。よっしゃ。ちくわの真ん中に輪を入れると。はい。今マーちゃんが早かったね。はい。正解。あの最後まで言わずにね。ちくわの真ん中に輪を入れると。ある犬に変身。一体何に変わった？正解はチワワ。一応ちっちゃい子も分かる答えのにするわな。あ、いくよ。顔弓矢で射落とすのがうまい。か、むーのかを弓で撃ち落とす海の動物って何？海の動物？顔、はい、なんちゃん。はい、はい、貝殻。動物。動物。さあ、パスなのか。射落とす。うん、撃ち落とすって考えたら難しい。いる。射落とすっているっていうのね。考える。太陽が早かった。太陽。イルカ。正解。さあ、長男長女チームワンポイント。じゃあもうちょっと簡単にいこうか。あ、これは簡単か。いきます。
何問目か分かんない。注文しても届かないスープは何？なっちゃん。注文しても届かないスープ。そのままだね。はい、まちゃん。正解。すごい。じゃあどんどんいきますよ。早いもん勝ち。はい。4匹のネズミが作っている料理とは。はい。翼。な？じゃあヒント言うよ。ネズミってなんて鳴く？太陽。三、二、一。はい、まちゃん。空中クッキーみたいな。空中クッキー。ああ、いいとこ行ってるけど。チーズ。チーズ。手を挙げてください。さあ、レイラちゃん頑張って。さあ、太陽。チーズ。さあ、止まったぞ。四匹のネズミが作っている料理。はい。シチュー。正解。1問は長男長女チームを抜けて1問やりますからね。ちょっと待ってね。はい、じゃあ、さあ、なぞなぞキング2022、優勝者はまーちゃんです。はい、じゃあ、長男長女チーム、はけてください。イエーイ、自由だ。じゃあ、ラスト、早い者勝ち。じゃあ、男の人たちが椅子に座って食べているものは、なんちゃん。正解じゃない。惜しい。あの、男の子ってなんていう？別の言い方は、彼女とか。その男の人たち。手あげ、おーちゃん正解。やったー。はい、ということで2023年もお楽しみに。皆さんのね、チャンネルは概要欄の方にありますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。バイバーイ。取られた取られた取られた。